電車で GO プロフェッショナル仕様、今回は日輪19号485系で鹿児島本線を押さえますと。でポイントを押さえていきましょうということでね、全部出たら時間かかっちゃうからね。長いですね。博多から小倉伝えた新幹線だったら一駅なんですけどもね、確かちょっとでもないか。これ制限85あります。あまれかな。あとセクションもある。セクション開始は柏前、柏前1120m 前で、セクション終了は1110m 前の 100m 区間。これでまあ多分110キロ走った人とかはブレーキングすると思うんで、セクションあの何も なんていうんですか。マスコン入れることないと思うんですけどね。あと今言ってたけどな、警笛とブレーキを間違えましたね。危なかったな。あ、ここ加速しなくてよくないって思うんですけどね。間もなく加速。はい、ここで制限45来ました。結構多いね、やることがね。道内進行。すぐ間に合わないですね、このパターンだったらね。もして45キロになるパターンのところは奥の方でもいいかもしれないです。やばい。危なかった。どうしたの。危なかった。どうしたの。ああそれ、なんていうの、この、何キロになるんだろうなと思ったら、あれか、制限100キロがありますね。まあ、大した問題じゃないですけどね。道内、進行、制限85。まあ、ブレークすればいいだけなんで。さあ、何キロ出る、この485系って。進行。結構出ますね。あ、セクションか。セクション開始がね、小川まで750メートル前かな。セクション終了が650メートル前。だいたい100メートル間ですね。セクションってだいたいそんなもんなのかな。115ありますけど、このブレーキングすれば間に合うかなと思います。で、さっきの今の感覚で隠しきれてやりと、結構忙しいですね。今のところ結構低痛っぽいですね。低痛っぽいとプラスマイナス5秒に抑えられてますね。ってことは逆に言うと、模範的な運転からあんまり早く隠してないってことですね。それぐらい高速走行してくださいってどんでしょうかね。で、100何キロ出るんだろう。120、130、131、132、すげえ出る。お、まだ出る。ダメか、制限110あります、ね、私のようにすごい加速した人にとってみてはブレーキングポイントとして結構遅れるかもしれないです、下手したら。やば、70もある。110はちょうどあれですね。どこっていうの、駅通過するところら辺ね。制限70に関してはちょうど1キロ前か、東福岡前な感じです。セクションあり、赤間前1キロ前から1キロ前からあります。で、ここにチケットがあります。115制限はまあそんな大したことじゃないからブレークすれば間に合いますね。130出てます、すごい。ただ前の駅から全然円通が5秒で変わってない、帰ってきてないってことはこれが出すっていう前提なのかな。すげえ、138出てる。やば、なんだこれ。どこまで140出る。140いかない、110いった、すげえ。まだいくのか、141。105ありますね、制限ね。進行。恵比寿前850m ぐらいで105ですね、制限。さあ、これ速度を増すことはそれだけ一般的な走行よりも速く走るわけになるから、円通気味、装着気味、装通気味になるんでしょうね、私の場合はね。140いく。
まだ出る。144。どうなる？ちゃんとしてよね。まっすぐやったら100キロ、あれ、なんていうんだっけ、非常ベクトだった方がいいんじゃないかと思うんですけど、ちょっと間に合わなくないこれ。間に合わなかった。温川側前 60m で100キロ制限入ります。手で止まらん。危なかった。どうしたの。はい、そうですね。どうなる。さあ、これ減速信号、これは僕が送通してたせいです。森を、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 危なかった。どうしたの？危なかった。Okay。 どうした？ここでセクションありますね。黒崎前 1.37 キロか。1370m 前で中高セクションありと、その後 1570m 前まで 100m 間が、セクションであると。その後制限85あるんですけど、まあ、これはまあ大丈夫でしょう。無視というか大した問題じゃない。さあ残り10秒。ちょっとこれは延長気味ですね。止まらねえ、雨だから。でスタートしたらフル加速全体の駅だったら負けじゃん。よく考えたらだって6秒軸すから、円通すからマイナス6秒で終わりじゃん。声をかけながら制限45あります。ダメじゃん。こんなも間に合うわけがね。何点取られるこれ。5点か10点か待てよ。僕ら危なかった。どうすればいいんじゃね。どうしたの。この難しいところってなんだろうね。雨が降ってるから止まらないってことか。あとはなんだろうね。基本的にないですね。僕オーバーランしただけだからね。だから雨に気をつければいいんじゃないでしょうか。はい、あとは送水しすぎないようにっていう。で、あ、そう、もう一つ言ったら平均速度が高いので遅れた時の巻き返しがしづらいってことですよね。120キロで走る前提のコースがあったりするんで、130キロでしか2点しかもらえないのか。130キロ前提のコースだったら120キロ前提のロスだったりすると、120キロとしても20キロとしか巻き返せないんです。これは80キロ先のコースだったら、頑張れば100キロ出せれば40キロ分出せるので巻き返せるってことがあります。それだけなら巻き返しが難しい、あとブレーキが難しいっていう点でしょうか。終わり。